中共は1997年の香港返還時に交わした一国二制度は50年不変の約束を半分も経たないうちに破りました。最近、警察が催涙弾を放ち市民を殴打するなど、古い香港映画のシーンやセリフが再び注目を浴び話題となっています。香港未爭取到民主是因为没有人死，自焚的问题就是去到没有第二条出路。警察が催涙弾を放ち民主主義を勝ち取ろうとする主人公が警察によって地面に組み伏せられ、警棒で殴打されています。これは2015年12月に公開された香港映画10年焼身自殺者のワンシーンです。映画の公開からわずか4年後、この状況が香港で実際に起きてしまいました。個攝影師同我講，其實警察都有好多好嘅人啦，係咪唔需要拍到佢哋咁衰咧？個力度叫演員嘅動作唔需要咁大咧？我好謹慎地，唔好咁過分，唔好咁誇張去形容警察兜頭搏嗰下動作。原來去到2019年，短短四年間已經係變咗日常，我覺得係真係更加不堪。映画のシーンが現実となったこと、そして中共の魔の手が一向に止まる様子を見せないことに、監督は衝撃を受けています。当年就是23条政府希望立法啦，咁大家都系觉得嗰个自由系被限制啦，即系令我觉得啊，好似我有啲嘢立法咗之后我唔讲得噶，咁呢样嘢就系好切身嘅感受，你塞住我把口。主権を移譲した香港は本当に50年間変わらないのだろうかという不安を伴う予感は、実際には1997年よりも前から存在し、当時の映画にもそれが反映されていました。你知佢老人家啦，脾氣好差嘅，一道令下使啲弟子兵開過嚟啊！哼，到時聯合聲明完啦，一國兩制完啦，基本法完啦，到時港幣大跌。金融大跌、股市大跌、樓價大跌、跌跌跌跌跌。1990年に香港で上映された映画、彼女はシークレットエージェントの1年前に世界を震撼させた天安門事件が発生しました。そして今年の5月21日、中共が香港版国家安全法を導入する方針を示したことが広まると、翌22日に香港株式市場は大暴落し、1349.89 ポイント下落し、下げ幅は 5.56% に達しました。30年前の映画は、香港で今起きていることを正確に予言していました。鄧小平の当時の無責任な方言は、今振り返ると強烈な皮肉となっています。中共政権の言うことは信じられないという声が、ネットユーザーから次々と上がっています。あるネットユーザーは、白紙に黒字で書かれた文書が信じられないのに、中共が喋る話が信じられると思うか、と投稿しました。映画の各セリフは今の状況を次々と言い当てており、香港人の不安を早くから予測していました。NTD ジャパンがお伝えしました。